どうも皆様こんにちは、グリードです。今回はですね、コールオブデューティーからウォーゾーンと一緒で、無料でサービスされている DMZ をご紹介しようかなと思います。完全新規向け、紹介解説動画になります。こちらね、 DMZ 実はマルチプレイヤーだったり、あとバトラーモードのウォーゾーンと同じぐらい実は密かにね、人気が上昇している、モードなんですけども、一体ね、どんなゲームモードなのか、どんな流れでプレイすればいいのか紹介したいなと思います。その前に一つだけ注意点。この DMZ、 コールオブデューティーってついてますけど、全くの別ゲームだと考えてください。マルチプレイヤーやあのバトロワみたいな、この他のプレイヤー、オンラインでのこの他のプレイヤーとガンガン対戦するみたいなゲームをイメージするとちょっとね違うので、そこだけ注意です。このゲームの目標はあくまでエリアからの脱出を目指すっていうサバイバルゲームなので、ちょっと違うんですよね。はい、こちらがね、まあ検索する前の待機画面になります。で、ここにある任務ですね、DMZ は基本的にはこの任務を進めていくことが、まあメインルートというかメインクエストみたいな感じですね。でも他にもね、いっぱいやり込み要素がたくさんあるので、別にこの任務だけというわけではないです。こんな感じで、あの任務は本当にたくさんあります。でクリアしていくとどん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 解除されていくっていう、感じですね。まあ僕ちょっと DMZ ガチ勢ではないのであまり進んではないんですけどね、フレンドとちょっと遊ぶぐらいなんで、もうガチ勢の方はね、もうどん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 全クリしちゃったりとかしてると思います。お次にこちらがあのバックパックですね、武器だったりアイテムだったり、どれを持っていくか、試合に持っていくかっていうのを決めるとこなんですけど、例えば今持ってる武器、例えば M4 選択して、この状態で出撃して、もしやられてしまったらロストです。アイテムもう消えてしまいます。まあ、いわゆる全ロストっていう言われるものですね。まあ、これがこのゲームの面白さの一つですね。この緊張感、やられてしまったらもう今までのね、経験だったりアイテムが全てパーになってしまう、その緊張感がやっぱり一番面白いところだと思います。全ロストって聞いて、まあ皆さん多分 PC 版でね、あのゲームを参考にしてるなみたいなのが思い浮かぶと思うんですけど、この DMZ はあの某 PC ゲーを参考にしつつ、コールオブデューティの操作感を加えたことによってよりカジュアルになってるゲームになります。でコンソールでも遊べるっていう、このゲームモードがね、好きな人はね、多分死にゲーとか好きな人はすごくハマると思います。僕の知り合いも大体ね、あの死にゲーとか好きな人はね、すごくみんなハマってる。というわけでゲームプレイ見ていきたいなと思います。今回ゲームプレイをね、より詳しく説明したいので、2人でパーティーを組んでプレイしてますけど、このゲームは基本的に3人です。で、初心者の方はノラの人を入れて3人でプレイすることをお勧めします。ソロでね、あの一人だけで行くことも全然可能なんですけど、まあ難しいです。最初はマッチングする他のプレイヤーは高確率で3人パーティーの可能性が高いですし、それにあの一人で対抗するのは非常に難しいと思うので、最初はまあなかなかプレイヤーと会うことはね、かなり確率低いんですけどね。まあただその DMZ 民の方ではこうあえてソロで行って緊張感を楽しんだりとか、あとね、任務とかミッション系は人それぞれ違うんですよ。今回2人でパーティー組んでるんですけどね、相方は違うミッションで、で僕はまた違うミッションでみたいな、だからその辺ね、ノラでプレイするときはちょっと難しいんですよね。ノラの味方のミッションに合わせるのめんどくせえみたいな、一人でね自由にやりたいぜっていう人は全然ソロでいいと思います。そこはさあ、まず最初何をするべきなのか、まず最初の方はね、アーマーとかね武器も弱いです。なのでお金を集めて装備をちょっと強くする必要があります。あの左下見ると、あの体力バーの上に青いバーがありますよね。で今1つしかない。でアーマー最大3つつけられるんだけど、最初1つしかつけられないんですよ。でこれだとね、全然もう AI にすら勝てないので本当にすぐ死んじゃうから、まずこれを最低でも2つつけられるアーマープレート、アーマーベストをね見つける必要があります。まあ箱からねゲットできる確率もねあるんだけど非常に低い。なのでお金を集めて、ショップで買うっていうのはまず確実です。なので僕たちこれ最初何してるかっていうと、まあちっちゃいミッションをクリアしてお金をゲットして、ショップでねアーマープレートを2枚つけられる、アーマーを強化するっていうものを最初やってます。まずこれ最初やった方がいい。そして道中至るところに AI がいるんですけど、 AI ね普通に強いので、油断したらマジで瞬殺されるので、まあ気をつけてください。まあここね難しいんですけど、調整がね、 AI 弱くしすぎてもやり込み感がねなくなってしまうので、まあこれぐらいがいいのかなっていうふうに僕は思ってます。まあ初心者の人はあんまり最初は AI に挑まない方がいいと思います。お金がゲットできるミッションはね、あのこの緑のウォーゾーンと一緒ですね、緑のマーク、僕が今回取ったのは、爆弾を設置して破壊するだけっていう非常にシンプルなやつですね。でサクッと2つの、爆破をクリアしてお金をゲットしました。
さあお金ゲットしたら何をするか、ショップマークのねカゴマークのとこに行って、アーマープレート2プレートアーマーベストを買います。こちらがまあ7500円、まあだいたい一つのミッションクリアすればゲットできるかなっていう。でこれの上位版3プレートアーマーベストは3万5000円するんですよ。最初は手に入れるの非常に難しいと思います。まあ慣れてきてミッションをね2つ3つクリアできるようになってきたら、狙えばいいと思います。そうお金がね持って帰れないんで1つの試合で3万5000円貯める必要があります。まあこれベータ版なんでこれから変わる可能性あります。まあこのアーマーベスト系はね箱から出ることもあります。確率は非常に低いですけどね。そして今回僕がやってるミッションはなんか要塞っていう場所で敵を倒して敵から落としたアイテムを持ち帰るっていうミッションです。で最初ねやってるんだけどなんか敵からねドロップしなかったんですよ、その目標のアイテムが。なので今回はまあ2プレートアーマーもゲットしたし、とりあえず1回ね脱出しようということで、帰る準備をしてます。まあ最初の方はこういう風にいいアイテムゲットしたらとりあえずね帰るっていうのも全然ありだと思います。ただこの脱出するときね他のプレイヤーがね待ち構えてたり狙ってくる可能性があるので、そこだけ非常に注意、マジで気をつけてください。いいアイテム持ち帰れそうなのに他のプレイヤーにね奪われちゃうみたいな脱出寸前でそういうことあるので、ここは非常に警戒してください。さあ2度目の出撃、前回ねゲットした2プレートアーマー持ってますね。でこの状態で、今回やるミッションは僕はね要塞でゲットできるアイテムを持ち帰る。で、相方の方はなんかね、鍵を使って施錠された場所を開けるっていう任務なので、まずその施錠された場所を目指します。で、僕が持ってる鍵がなんかね、携帯ショップの鍵なんですよ。で、携帯ショップの場所っていうのが、こう、マップ上でマークされたりするわけじゃないんですよね。このアイテム欄にこう、F のなんたらみたいな、マップの大体この辺にあるよしっていう情報しかないんですよ。なので、実際にそのマップの大体のエリアの場所に行って、で自力で探すっていう必要があります。まあこれがね一見不親切なように見えるかもしれないけど、このね限られた情報の中で自分たちで探すっていうところがまた面白さの一つなので、まあここがね好き嫌いちょっと分かれるかもしれないんですけど、まあこういうね自分たちだけの試行錯誤してやるっていうこのサバイバルゲーム感、これが好きな人はね、たまると思います。でこんな感じでね、ここじゃねえな、これ携帯ショップじゃねえなみたいな話をしながら、やっとちょっと携帯ショップを見つけて、でボットを倒しながら、鍵を使って、中に入りました。まあ中にはお金とかあって、でこれで相方の方は任務が一つクリアになってます。そして僕の方は、その要塞の付近にあるアイテムを持ち帰るっていうわけで、まあ探してるんですけどね、途中ボットとかにもやられながら、本当ボットね強いんで、特にアーマー着てるボットマジで強いから本当気をつけてください。今回ね僕たちがやってるミッションは非常に簡単な方です。でどんどん進めていくと本当ね大規模になっていく任務も、でアップデートでねこうすごい高難易度エリアみたいなのもどんどん追加されていくんで、まあ今回ご紹介してないんですけど、まあさらなるスリルと難易度を求める方はね、もっともっと上があるので、ぜひねプレイしてみてください。で僕がね目指してたアイテムはなんか普通に道端に落ちてましたね。これホワイトロータスみたいなそんなアイテムをちょっとゲットして、持ち帰ると。で帰ろうかなって思ってたらなんかね脱出ポイントに他のプレイヤーがいたんですよ。まあ今回初心者に向けてこんなこともあるよっていう風に僕がね、ちょっと奇襲を仕掛けてるんですけど、まあ結構嫌われると思います。コメント荒れるかもしれないですけど、まあこんな感じで他のプレイヤーが脱出しようとしてるとこを襲って、倒してアイテムを奪うみたいなこともできます。ただ今回は、ちょっとね逃げられてしまいました。1キルだけ取ったんですけどね、逃げられてしまうと、まあ、ちょっとあんま意味なかったかもしれないですけど、まあこういう風にね僕みたいにプレイヤーが襲ってくる可能性があるので脱出の時は非常に気をつけてください。はい、というわけで脱出成功というわけで任務クリア、武器と XP がもらえました。このゲームねまだベータ版なんですよね。だからこれからもっとアイテムのシステムだったりが非常に進化してくるだろうと思います。今回は実はマルチプレイヤーやウォーゾン並みに人気が上がっている DMZ をご紹介しました。まあ本当にね初歩的なミッションしかやってないし、まだまだ奥が深くてやり込みが本当ねたくさんあるゲームなので、こういうサバイバル系が好きな人はぜひプレイしてみてください。よかったら今日の動画もチャンネル登録高評価よろしくお願いします。他にはねウォーゾンのね初心者向け講座動画みたいなのも上げてるのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。
wrong. Way too much fun out in the sun. Or when it's gone. Took